はい、定期ではないんですけれども、ジャンプしてる方がこれ星をくれてるのかな。ありがとうございます。ですね、まだあれテスト中、音聞こえますかねっていう字が出てますけど、もう始まっております。定期配信ではないんですが、ややリニューアルということで、お送りいたします。本日お客様2名様ありがとうございます。アクトの会はお客様が必ずいらっしゃいますよね。ねえ、私の時にもね、アクトがいるもんだと思って1名様だけ見えたことが そこにいらっしゃる ありがとうございます。どうも。はい、今日はね、10月の31日ということで、何でしたっけ、ハロウィンって何でしたっけね。感謝祭じゃなくて何だっけ。感謝祭でいいのかな。感謝祭です。あ、感謝祭なんだ。はい。ということもよく分かってません。で、実は先になって55歳を迎えましたけれども、ありがとうございます。55年間で初めてこんな格好しましたね。なんかね、今日ですよ、朝の8時に何か仮装しましょうかっていう LINE が来て、えっと思って、でも、ハロウィンっちゃハロウィンだし、好きな仮装すればいいじゃんって言うたら、会長はって言い始めて、俺はいいよって言ったら、悪徳島なのにとか言い始めて、じゃあ任せるわ、ったらこんなになっちゃった。私はこの格好ということは、今日ね、すごい格好してますよ。あれじゃちょっとね、試合はできないな。マネージャー。試合は無理だね。準備できました。じゃあ、相方を呼びましょう。どうぞ。え、名前はね。アクトでーす。おはようございます。悪徳島の悪徳です。すっごいよね、これは ね。イエーイ。 今日は迷彩で。いや、迷彩もいいけどさ、迷彩はいいんだけど、その上着ちょっとセクシー路線で、セクシー路線でどうですか。あ、拍手もらった。 ありがとうございます。 男性のお客さん、そこら辺から来ちゃダメですよ。なんで？女性はいいけど、男性そこまでね。俺はいいんだよ、こうやって。これコメントが見れないぞ、これ。コメントログですね。コメント、あ、そこっちこ、だ。映っ映った。た。そこから。ちょっと待ってね。あ、よかったよかった。はい。映った。風？55歳おめでありとうがございとうございまます。す、風来坊さん。大きくならない。なんか話していってください。はい。なんか話してください。向こうに。なんでそれ緑色に光ってるんですか？ピーターパンです。来てくれたお客仮さ装んですのか？仮装してくれてます。ね。急にうさぎ現れました。あ、うさぎ。 うさぎとマスクマンがいなんだあます。れは。なんだっけあれ、なんだっけな。なんか見覚えが。スーパーズ。あ、消えた。すみません、ボタンポチッと。お客さん使ってますか？ お客さんにお願いします。あれ？なんかすごい音が聞こえた、今。はい。ちょっと待ってね。定番なんで。安定の定着で。あ、映ってる、やばい。見えないように映やってたおのに。おお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 お
拳。思いっきり拳よ。さて、今日はですね、はい、佐藤社長がね、うん、所用で外出をしてまして、はい、まだ帰ってこないんですよ。そうなんです。うん。それで、6時過ぎぐらいからどうやればいいんだって言うんで、私は何もしてませんけど、アクトが一人で一生懸命調整をしてまして、拳銃を忘れてるじゃん。いや、もう、1時間前からさ、ね、って、
動画を触ることは全然できて、映るとこまで行ったんですけど、うん、音がこのマイクのミキサーが初めて触ったから、はぁーって言いながらやってて、最終的に佐藤さんに聞いたら簡単だった。ああ、そうなんだ。じゃあもうできるの？もうできます。うん、もう私一人で配信できる。マジで？そっか。任せて。それは頼もしいですね。はい。で、うん、そんなことを知っていたものですから。はい。ゼロ打ち合わせで。はい、そうですね。何を話すということも一切なく。でも前回もゼロ打ち合わせでした。前回もゼロ打ち合わせだけど、なんか前回はほら、なんかうまいこと言っちゃったけど、今回のなんか不安だな俺。はい、ハッピーハロウィーン始まりました。今年は、はい、今回はですね、なんと11月に明日入るのですが、11月といえばじゃん、3、2、1、はい、としまさんの、はい、3、2、1、これか、はい、はい、なんで出てこんねん。ねえねえ、としまさんのって言ったら、ねえ、だって俺、あと10日だよ、10日、11日、あと11、まあそんぐらい、いや、もう当日は数えないから、10日ですよ、あと10日で、どうですか、体の具合は。あー、そうですね、ちょっとね、今日から食べ始めました、少し、うん、あと10日で、うん、昨日じゃない、一昨日に、33歳以降ですね、あの最低体重を記録して83まで行きましたので、そしたらここでね、あの7月7日に何キロまで落とすんだって、だって爪をあの寄られました時に勢いで85って言いましたけども、それはね、なんとか達成いたしました。85からさらに記録をして、はい、83、最初何キロでした？94.、まあ、95ってことか、うん、95から11キロ、12キロ、11キロ半ぐらいですね。ほらほら、豊島さんはやればできる子。ありがとうございます。だから結果ね、すごい最初の頃、うん、勢いで行っちゃったってノリだったんですけど、やっぱやり始めて落ちてきたら、うん、なんか今日はこんな感じ、今日はこんな感じって落ちると楽しいでしょ。うん、あのね、誰にも言うこと言う、なんだろう、言う理由とかチャンスがないんで、うん、夜のね10時半とか11時とかね、いきなりあの体重計の何点何キロっていう写真撮って送って、はい、なんか夜にポンって LINE って来て見ると、うん、あの体重計の写真だけ送られてきて、今日は 86. 何本みたいな、で上がった下がったって言って、その報告が来て、うむ、大丈夫です、最初の5キロは落ちやすいけど次から落ちにくいから大丈夫ですって、ずっと大丈夫ですって送ってて、でも86台長かったね。そうですね、うん、ずーっと86台だったよね。多分そこから多分運動したことによって一気にガガガって、やっぱあるんですよ、こういう波が、うん、でその波で、あの痩せない食べてないのに痩せないって言って、うん、あのストレスになってて、みんなこう脱落したりする。あ、いらっしゃいませじゃないわ、いらっしゃいませじゃない、おかえりなさい、はい、頼むよ、いないと大変だよ、やっぱり大変ですよ、はい、佐藤社長が来ました。一人でやった、ね、一人で今配信できてるんですけど、あ、そう、そう、言っちゃえばいい、普通に、はい、佐藤登場、佐藤登場身長高いから顔映ってない。どうしか映ってない。いやね、はい、まあ佐藤さんがなんで、出かけたかっていうのもちょっと、大丈夫、まあ後で言いますけど、まあね、今の話の流れで言うと、そういうわけで、はい、あ、こっちちょうだい、こっち。忘れてた。やばい会社。ついてたんですよ、このあコスチューム。俺小道具持ってきてない。あ、本当だ。もういいですよ、もうここまで来て。あ、そっか、まあいいや。はい、でね、はい、あとは、できればね、本当にちょっと、以前の、はい、スーツのズボンなんかベルトするともう自動的にボタンペンって外れるぐらいギュルギュルになっちゃったんで、はい、ちょっと逆に落としすぎたみたいな気もするのね。
ことはないけど、うん、あのすごい今スラッとした体型になってるんで、それをこのまま維持していった方がいいと思う、うん、いやもうちょっと欲しいよ。でもね、でも今から上げて、うん、あ、いたた、え、自分の胸触っていたたたとか言って、ゆうべね、上半身ばっかりやったの、うんうん、うん、いつ、いつも筋肉痛ですね。本当筋肉痛。まあそんなものですよね。うん、でもでもあれですよ、あのこれを機にあのズボンとかね買い替えてね、そのまんまあのその体型を維持すること考えたら体にもいいし見た目にもいいし。でもさ、11月の12日の週、うん、あのね、ほぼ毎日食事の約束書いてる。いやでもそれでいきなり90キロ台に戻ります言うても87キロ、8キロぐらいまでしか上がらない。でもさ、なんか戻ったら面白くない？93ぐらいまでブワーッと半月ぐらいで戻って、あのそれで誰が得するのかな、うん、その太っていく様子をさずっと配信しちゃう、ね、逆ライザップ、ドゥンドゥンドゥン、逆逆逆あれ周りが逆、こう逆にそうそう逆回転いや面白いけどダメですよ、それ別に頑張ってやることじゃないですか、ね、よし今日は1日で1万キロカロリーを目指しますとかってカー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 ってくる。そんな55歳でそんなね目指してね、体にただただ悪いって。12月になったらさ、はい、いやもう このったらまた98キロになりましたんで、大晦日までに85に戻しますって言って、そっからまたガーッていきなってさ、あのそんなパンプアップするのとか楽しいならもう何も言いませんけど、あのいや楽しくはないよ、あの、うん、ズボン2つ必要になります、うん、すごいでかいのと小さいの、あのお金がただただかかるし食事代もかかるし体にも悪いし、いいこと全然ない。や、飯田橋のさ、はい、あの神楽坂下の方、はいはい、あのね一生チャーハンっていうのがねあってね、絶対食えないけど、うん、一回見てみたい気がするのね。あのおあれお米1合2合っていうのよ。だからだって今全然食べれないじゃない。絶対無理。今もう食事全然入んなくて、うん、食細くなりますよね。そうだって昨日もそこそこ、うん、もうこの 2,3 ヶ月の中で相当食っちゃったのよ。なんだかかかんだね、はいはい、やべえと思ってあのジムで体重上がった 100g しか増えてなくて、だからでも振り返ったら、はい、ものすごい食った気になってたけど、うん、見たら食ってないの、あの飯っていうのあのコーナーが何食ったか入れてるの、はい、よくよく見てみたらあ食ってないじゃんと思って、じゃあ食ってないんだよいいじゃないですか、まあでもね腹が結構膨れるんだよね。ほら、スモー朝なし、昼スモークチキン、生野菜、夜サラダチキン、ソーセージ、水2リットル以上。これ1日です全然食べてない。まあまあいいことじゃないですか、健康志向になって。っていうかコメントがめっちゃ溜まってること。マジごめんなさいあっち行ったりして、はい、ソニーになった、ソニーになった、まあ、あこれさっきの話だね。さっきの話、うん、私見てないときだ。アクトシマさんこんばんはになってるよ。アクトシマさんちょっと2つ人2人で1人みたいな55歳おめでとう、仮装ですね、似合ってますね、似合ってますって、これ多分トシマさん、55歳おめでとうございます。どうせならヤングライオン、んこの時私見てない。どうせならヤングライオン映った、ソニーになった、アーミールックか、そうなんです、アーミールック。何この漫才って漫才、いやまだ漫才やってないよねそうですね、ね、豊島さんが答えなかったから、うん、それについて、そう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 、あ、アクトの誕生日、そう11月といえばね、私の誕生日11月11日イベントありますね。こっちもね今日ねあの、うん、イベント特典の、あのグッズが届いたんですよね。あ、それこれなかなかいい出来ですね。いや私が1ミリ単位で頑張ったの。いやそれがね普通さ、あのデザイナーってさ、このキーボードを使ってね、タタタタタ、シュ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 タタタってやるじゃないですか、あの寸法を合わせるとか、あの自分がこっちからこう自分にお疲れが入っていったら、定規持ってさ、こ
こうやってんのよ。パソコンに向かって定規でこうやって1ミリ単位ってこうやって、うん、ちょっと待って何やってんのって言ったら、いやこの1ミリかとか言って、いやそれ普通画面でやるかいって。いや私フォトショップ独学でやってるんで、その定規出せるのは知ってるんですけど、その定規との距離とか、あの一応出るんですけど、うん、たまに出ない時に本当にミリ単位でこう同じだから実際のサイズにしてこうやって、あこっち4ミリやこっち3ミリだってこうやってこうやって涙ぐましい努力をしましたね。丸円のやつをやったんですけど、その円が一発でやんないといけないから、それをすごい大変だった、うん、あれ大変だったね、はい、まあでも出来栄えいい、出来栄えがちゃんとね全部ね、うん、3ミリずつなんですよ、うん、後で見てください。あ、はい、このこれから生配信やるよって教えてるのにさ、はい、真っ最中に LINE をしてくる娘。いいじゃないですか、娘さん知らないから。何の用だよって。素晴らしい。10日彼氏にも来られるって聞いたら予定あったけど開けてくれた。娘さんの彼氏の予定とかこんな生配信で喋ること、娘さんのプライバシー。大丈夫ので2人で見に行くで、はい、11月10日のお客様が2人増えました。あ、よかったです。よかったですね。はい、あの11月10日行ったら娘さんが見れます。としまさんすごい可愛いんですよ。あのモデルさんやってたんでした。そうですね、ぜひぜひお楽しみ。なんか道歩いててね、はい、ちょっと一回写真んどんどんやるとマイクが伝わって、ああなるほど、はい、はい、ダメ出しが入りました。、はい、一回写真撮られたのがきっかけでさ、あそれでスタート、うん、 でなんかね変なモデル言い当てたよ。なんか変なモデルって聞くとなんかちょっとだけこういかがわしい方が、ああそういうのじゃない、そういうのじゃない、びっくりしちゃってるよ。そういうのじゃない、あの当時18歳だったからね。はいはいはい、変っていうかほらなんかいかにも偶然街で見かけた読者モデル別品みたいなのえって感じでこうやって写真撮ったのが雑誌のね、このくらいなんか名刺ぐらいの大きさでポッて載ってるんだけど、あこれなんか偶然撮られたように写ってるけど、もうこの日撮影だって言って出かけたじゃんっていうね。いいですよそんな裏事情。何を喋り出すかと思ったら、ああそうっていう感じなんだ。そういうもんなのかなと思って。まあ、アクト島でアーミールックコーデ、そうなんです。さっきねドンキーホーテ買ってきました。うん、あのなんだっけこの迷彩と、もう一つなんだっけ、あとなんか軍曹のね、軍曹と、うん、この迷彩のがあって、どっちにしますかって来たら、ユミさんが軍曹がいいって言われて、うん、じゃあ軍曹にしようかって言ったんですけど、軍曹のねウエスト周りが80までで、あ入んねえじゃんって話。それはねさすがに無理。だいたいね痩せる前100だったからね。で10センチは下がったんだったけど、じゃあ90じゃん、まあギリギリ入らないぐらいかな、うん、かな、そういうって言ってどこかで、ね、でそれで、あうん、じゃあ迷彩110なんで迷彩にしますって言って、うん、で私が今日どんな格好にするのか、ドンキに行くまで全然考えてなくて、うん、行ったらなんかこうねちょっと迷彩着たいなみたいな。でも M サイズしかなくて、スカート迷彩だからね。そうですね、あ、スカート迷彩なんで、そっちから向こうから見えない、こういう感じですね。そうそう迷彩なんですけど、うん、M サイズしかなくて M は入らないって、私も軍曹張りにやばい M 入んないなと思って、セール品だったからないかなと思ってたら、もう一人がなんか奥から迷彩の 2L っていうのを出してきて、あそれが欲しい、めっちゃ欲しいと思ってる。その人も抱えてんですよ。わ買うのかなと思ったら、一生懸命 M 探してるっぽかったんです、小さい頃から。私 M 持ってて交換しませんかってここまで出たけど言えなかった。言えばいいじゃん。私なんやかんや言うても人見知りですよ。人見知りなの？そう俺も人見知りだけどね。初めてのお店とか入れない、居酒屋とか。あそう、入れるの？俺入れる。え、なんで人見知りどこに出た？ね、普通に入れるの。あ、仕事のできる自由人。
イエーイ仕事のできる自由人なんかあの豊島さんのフェイスブックに朝見たら書いてたんですけど、社員の悪口しか書いてない悪口じゃねえって全然褒めてないこう、うん、内容があのすごい慰めてくれるけど、また外れなことを言って慰めるマリマンジとか、ええって慰めてんのにみたいな、そんな風に思ってたんだね励ますね励ます。あと真面目なおっちょこちょいの阿川由美、あ、まんまやみたいないいです。あの会社を作るきっかけになったコナミ、いやもはや説明でしかないみたいなだってあれは説明じゃん、流れから言ってもそのいいところを言う場面ではないじゃんそうね、うん、わーって書いてってあのどういう子かっていうのを端的に言ってた。仕事はキッチンするが自由人のアクト、私褒められてる、私だけ褒められてるみたいな仕事キッチン外せばよかったのかえ、自由人のアクト、自由人アクト何から番組みたいな。でもあれに書いてんの、うん、会社名であんま見かけないけどあ、仕事はきっちりしてくる自由人のアクトだから、うん、そこなくしたら会社であんま見かけない自由人のアクト、私めっちゃ悪い人じゃんちゃんと仕事してる、出勤しねえ私ちゃんと在宅で締め切り守ってるから、デザインの仕事してるんで、その絵面だけ、その字面だけ見たらひどいねそうそう、ちゃんと仕事してるのに仕事しに来ない人みたいになってる、そんな徹夜して頑張って作ってるのに。いや最近ねスピード速いんですよ。ねえ、ね、あのねちょっとあのこれで言いましたけど、フリーの方とかね、うん、他の、プロレスラーとかのポートレートのこれは撮影までまでやっちゃったんで、撮影もするしデザインもするしポートレート印刷して納品っていうことをやってるんですよ、はい、でこの間2名様のね、申し込みがあって、やったんだけど、はい、ちょうどこのみポートレートをさ5種類作ろうって言ってて、うん、でその人たちが5種類だよね、はい、でまあ実は私のポートレートもこの11月の10日に、そうそうそう3種類出ます。3種類だっけ、あそこ3種類出ます、だから13種類でしょ。あとまだあったよね、私の、あそう自分のだ、私のポートレートがなくなって11月11日に新作出るんです、うん、それが3枚ということはですよ、でしかも自分のポートレート3枚のうち写真が使われてるのが5678枚の写真を使ってる、9枚か9枚、あのこんな感じがいいって言って一つのポートレートの中にこう4個5個ぐらいの写真使ったやつをこうやって、うん、こんな感じで送ってくるはぁみたいなあーってなったけど、それがすごい出来がね、すごい面白いのできたよね、もう私、うん、冴えてましたあれ、ごめん後で楽しみにしててください、面白いの、なんかアメリカンな感じにできましたから。そうそうそう、原案は私ですよ。いや、そんなことはない。アメリカンにしたの私ですアメリカンにしたのもあったですよ。 あれだけにしたらただただダサい感じになる何これみたいな配置やめとか思って見ててこれどうしようかなって、でも使えないんだろうなと思って、あれはイメージって書いて送っただろだから、ってなんかこう一つの中にあのオチをつけたいんだろうなと思って、でもなんでこうこう来たらこうじゃなくてこっちに来てこっちなのかなまあまあそれはお楽しみ、まあまあ漫画っぽくしてあるんで、うん、まあでもあれはいい出来で、で全部で19種類入稿しました、ね、相当すごいよね。お何日やったのあれ、1週間かかってないですね。コナミさんの1時間半でやりました、5枚を、うん、あもう来たと思って2日あの手つけてこう実動3日ぐらいかかる。そうです、3日で作りました。いやコナミのですねポートレート、この間突然なんか急に売り切れて、うん、やべーって話になって、昨日撮影したんだよね。はい、昨日撮影して、昨日の昼撮影してデータ持って帰ってきてそのまま送って、うん、夜にはできたのね。そうですね、送ってもらった1時間半後に返しました、うんうん、
で、ビャッと見て、俺はいいんじゃないって言って、あと本人に見せようって言ってね。で、入稿して、もう今日出来上がって納品だからね。でも、私すごいスピード感やっちゃったんですよ。ああ、やりましたね。頑張れ、頑張れよ。自分のポートレートを、昨日納品した、入稿したやつの1個前にコナミさんのハロウィンのやつの時一緒に出してて、昨日も入稿しちゃって2回ダブルで、だから今回のポートレートめちゃくちゃ量多いんで皆さんお願いします。頑張れよネット販売もやってるんで、もうあれ量なくなるか心配なんですよ。だって普通の注文数の倍来てるからね。倍、うん、2回入稿しちゃったから倍来てるの。ああ、やっちゃった。今日俺はビリビリってやって、うん、やっぱりこのあれ面白いなと思って、うん、あの二人もうまくできてるじゃん、うん、あれこれどっかで見たよなと思ってだ机の上に置いちゃって同じやって言ったら全部あるだって確認したんですよ私これ何枚やりますかって全部やったら OK 出たじゃないですか。その時言ってくれれば消したんだって。ちょっと待って、新しいのしか見てないもん俺。まあもうとか言って。はい、アクトちゃんセクシーあざーす。ちょっとなんか赤いネクタイあったんですけど、ネクタイがめっちゃ短くてなんか首締めな感じで、まあハロウィンっぽいんだけど、ちょっとそれだけ撮ってみて。意外とね、自分のコーデ多いんですよこれ。これね、まあ、この首輪とこれとベルト、本当はこっちのベルトなんですけど、ちょっとミリタリーをセクシー風に頑張りました。セクシーフード自分で言うなや。はい、はい、それでは今ここ痛いんだって。はい、餃子100個のお店です、ね、そうです。ね、あのチャーハンね、うん、一生チャーハンに何だっけ、餃子100個にあとラーメン3玉で、それを1時間以内に食べたら無料ってやつでも、残しちゃったら1万円くらいかかるので、いけるかな。私あの大食いなんに自覚はあるんですけど、あの早食いはできないんです、うん、1時間以内、いや一生は無理だろ。そうっすね、うん、だからその美味しく食べたい、ご飯好きな量美味しく食べて、なんか使命感で食べたら終わりですよねご飯って、はい、BGM か、 BGM がドラえもん、ドラえもん今流れてるの？わかんない、ちょっと何が流れてるかこっちからわかんないんですけど。僕も人見知りですね、みんな人見知りだよ。私マック入れなかったの。豊島さんが慰められてる。違う、励まされてる。あなたが言い間違えたの。慰められるとなんか嫌だもん。なんかよ、なんか嫌だもん。総理ストレイドッグの舞台情報解禁遅かったのでちょっと心配した。私も心配した。はい、昨日解禁になったんですけど、はい、12月14、15、16、金土日の、あの12月14、15、16、間違いないの、舞台支援舞台決まりました。イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。どんくらいのものなんだろうね、あの時間的には。時間、上演時間は多分1時間半、90分がベターだと思いますけど、90分の舞台で、そうですね、まあでも大体セリフ入ってるからもうね。いや、それがですね、うん、台本、うん、人が変わるので、うん、ちょっと直しがある。なんだと、あれの通りじゃないの、あの私実はあの台本をもうすでに頭に全部叩き込んだんですよ、もらった台本でも変わるらしくて、はーみたいな。私その2日ぐらいで台本全部入れたんですよ、うん、あのうろ覚えだけど、あの一応見ないで全部口頭にあるやつを言うっていうのができた朝にツイッターでみんな私を褒めてって言っちゃった。私やったね、褒めてって、何か理由は言わないけど褒めてって、なんか2日で覚えれたことに私テンション上がったんですけど、その台本全部なくなるから。ちょっと残るんですけど、うん、
それ難しい。だって一票覚えてるんだから。で、あのね、前ここで行ったのかどこで行ったのか忘れたけど、あの広島イベントに向かうときに、はい、とりあえず行きで 寝たんですよ。はい、あの帰りは私が先寝たんだけど、行きはアクトが先に寝て、なんかブツブツ言ってんの。なんか昔子供と言うと、なんか昔子供が死んだとかわけわかんないこと言われて、ちょっと待って、俺子供いたのって言って、めっちゃセリフブツブツ言ってた。俺知らなかったと思って産んでない、産んでない。そしたらね、なんかね、覚えたセリフを寝言で言ってるというね。今初めて聞いたんですけど、それ嘘言ってたじゃん。寝言じゃないのか、あれ起きてたのか。え、分かんない分かんない。え、言ってたじゃん。え、あのほら、あのちょうどこんな並びでさ、はい、こうなって寝たでしょ、はい、だから娘はどうとか言ってなかった。それ行きじゃないですか。行きは行った、行きは行った。帰りは爆睡したから行ってない、うん、いや帰りは俺乗ったと思ったら 2,3 分寝ちゃったからね。あの乗る前にもう眠くてこうやってなって、あの立ちながらこうなってて、あの乗った瞬間3分ぐらいでクッて言った。寝るの早みたいな。広島イベント楽しかったですね。ちょっと待って、コメント先に読む。朝早かったな。早かった。まあまあ、ストレイドッグ様の舞台楽しみに。あと11月5日からチケット販売になるので、よかったらお願いします。広島イベントのやつも良かったです。そう、広島イベント、ちょっと待って、これ読んかって読んだら広島の、うん、マスクドワンちゃんのポートレートも良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。あれハロウィン仕様にしたんですね。ソフトバンク生成しました。おお。野球か。広島がリードされてるってことね。ああ、なるほどなるほど。うん、11月10日、会長に紙テープ投げるか投げるか投げようかなって言ってくれてるの。そうですね。会長、紙手、何色がいいですか。いや、紙手は俺はいいでしょう。色が白と黒を使いますよね。いや、今の明細が関係ないから。か投げるとしたら白黒がいいんじゃないですか。お葬式になっちゃう。白でいいんじゃないですか。タイムリーだな。白。白ですかね。だから粉みと同じでいいんじゃないですかね。そうですね、うん、白です。やっちまった。ポートレートダブルハッチよな。やっちまった。お願いします。粉み、はい、ポートいつから販売。あと新作グッズは販売しないのかな。ゆくさはい、それをお答えしましょう。はい、粉み新作ポートレートは完成して今日納品しました。従いまして、次の新木場から、発売させていただきます。5種類作りましたんでお楽しみに。で今回もですね、本職のカメラマンさんを呼んで相当量いろんな服で撮りましたんで、とりあえずはのやつを5種類、はいはい、ね、yes. あのデザインしてもらったんで出します。でリュックサック系のなんかこのグッズについては今日私のところに見積もりが来て5を俺出したのかな。知らない。あっさ聞いてみよう。分かったとは言ったけどね、じゃあ作ってと言った覚えがないので、うん、ちょっと後で確認。あっさ確認する。はい。ね、イベントキスマークをつけて3,000円で売ろう。あ、ポートレート。いやいや、すごい。倍以上、3倍の値段になる。キスマークにそんな効果が。キスマークつけてね、あの2枚買ってもいい。なんでやだから痛いんだって言うの。ちょうどこの頃ね。あ、団長来てますよ。マジでパチパチって言ってる。ありがとうございます。おめざーす。あれありがとうございます。あ、私の主演のやつにパチパチって言ってました。ありがとうございます。アクトの、イベントがアクトのバースデーかアクトの舞台かアクトのダブルハッチューかどれかにパチパチいってる。いや、ダブルハッチューいってたらだいぶ嫌味やないですか。びっくりした今。いや、多分これ支援のやつ、よかったらぜひ後でまた告知しますんで。はい、今度も初稽古に台本覚えさせられるんですか。はい、ドックさんは稽古始まる前に台本覚えていかないと
台台あの稽古場に台本持ってくるなっていうのがあのスタンダードな劇団さんなんで入れてきますよ。でも大丈夫、一回ベースは入れてるんで長ゼリは変わらないと思うので、人との会話芝居が変わると思うから切るだけ、よし一日で覚えるぞ。何してんねんはい、で目指す11日イベは別件で行けないけど12月舞台は行けるかも。あ、ありがとうございます。まさださん来てくれるって、広島イベントもね来てくれたんですよ、福岡から。うん、そうそうそう、ネタバレ遅くなりました。あ、いらっしゃい、お誕生日いらっしゃい。ん、白黒こなみですよ。こなみさん白黒テープ、あ、俺黒いらない。あ、じゃあ白、3本ぐらいで会場に、豊島さんにもしテープ投げるなら白白でお願いします。よっしゃ、楽しみ楽しみ。はい、アクトシマナイスコンビ、お二人で何かしらできないでしょうか。今喋ってるよあのあれでしょ、なんか二人の漫才的な、あ、どうも豊島でーす、アクトでーす、なんでやねん、はい、私ツッコミはあのね、もうちょっとこっち側だと言いたくないんだよはい、広島イベントの話しますよ。この間ね、私たちそこ広島にイベントに行かせていただきました、はい、呼んでいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、初広島行ってきて、まあ、はい、行った瞬間に食べたのが焼き牡蠣ですよね。焼いちゃった牡蠣食べちゃったね。ホテルにチェックインする前に店見つけちゃったの、うん、ホテルの前にあって、あーって言って、でチェックインが15時チェックインだったけど、まあ、ちょっと待っちゃったんだよね、あの向こうの都合でね。そうそう、うん、でお店自体がお腹空いてて、その上にあるロイヤルホストに行こうって言って歩いてたら、ロイヤルホストの下に牡蠣屋さん、焼き牡蠣とかわーって書いてて、であーって言って入ろうとしたら16時からなんですって言われて、お腹今空腹だけどロイヤルホストにするか1時間待って牡蠣にするかって言ったら、私も牡蠣選びましたよね。もう完全に1回ホテルに帰って、なんか化粧ちゃんとしてそのまま行って、もう幸せだった。美味しかったですね。あれもよかったね。美味しかった、あれは見事なうまさでしたね、うん、ででもね、うん、冷静に考えたらそこで結構食ったんですよ、うん、だけどあと1時間もしたらイベントで食べるんですよね。でも私今までの経験上イベントでご飯って食べれないイメージしかないから、うん、自分もそうだったんだけど意外と食ってて、あ、そうか、2次会みたいなんで食っちゃったの。そうそうそう、やっぱ1回目はあの広島イベント行ったんですよ。そしたら多分はじめましての方人の方がまず多くて、ね、うん、あのいつもあの大阪関西からこう東京のイベントに来てくれる人が来てくれたり、あのね、まさるさんとかこうみんなさ2人 2,3 人こういつもなんか買わせてくれてる人がいてくれたんですけど、あと皆さん初めましてみたいなあの状態で、はぁーちょって座った瞬間にとりあえずご飯よそってね、でもみんなちょっと静かになりだした瞬間にあれが決まって、進行が52だったから何も考えてなかったか、はって、あの何か例えば呼んでいただいたあの主催の方で、じゃあこれとこれをやってもらって、これでこういうの予定してますよっていうのがあるのかなと思ってて、今日はどんな感じでって言ったら、もう呼んだだけで満足してた、すごくありがとうございます、呼べたってで、あ、じゃあ、うん、こっちでやっていいんだってどっちか分かんなかったから、うん、こうスタンダードにプレに行ったら、こう初めましてすぎて私人見知り状態が起こっちゃって、うん、やばいと思って、でね、そうそう、川崎さんが隣いてくれてたんですけど、あの私多分こうご飯食べないで、よし私はできる、頑張る頑張るみたいな、ブツブツとりあえず飲んでね、そう、お酒がもう入って、うん、もう牡蠣食べたんですけど、その時軽く飲んだけど、もう1時間2時間くらい、うん、あの18時まで時間があって、その間にお酒抜けてて、もうシラフな状態でこう人がいっぱいいるって、はぁ、あ、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだみたいな、そんな感じになって、よしよし行くぞ
よしって言って、あの10分ぐらい行けなくて、もう行くぞって思って行きたいさって、皆さんはじめましてって、知ってる人どのぐらいいますかとか言って、知らない人もいると思うので自己紹介失礼しますって、なんか転校初日のあれみたいなで、なんかそれでみんな聞いてくださっていい人ばっかで、結果はすごいテキーラ大会になって楽しかった、うん、あれはでもな、あの場面だったらスタートだけやった方が良かったのかな。まあまあまあ、まあまあまあ、でも結果的にわーってなったからいいよね。でもあのいつもあのアクトイベントの時って豊島さんが最初にこうお話しするじゃないですか、だから喋るのかなと思ったら豊島さんも向こうでどうなんだろうこれみたいな、あっちでもあっちでもなんか縮こまっとるやんみたいな。もともと行儀がいいじゃん。はい、そんな感じでね、はい、アクト島ナイスコンビアザース、はい、こう岡は出張で行ってました、ね、そこから来てくれたんですよね。白ある、あ、紙テープ白あるって、ありがとうございます、ありがとうございます。これで2本、うん、東京イベントとは違うカオスさが楽しかった広島イベント、ありがとうございます。それで最初行った時アフト頑張ってたのかね。あ、そうだ、マサルさん見た、ま、ちょっと遅れてきたんだよね。そう、遅れてきて、うん、マサルさんとあの川崎さんがこういてくれて、そこでよし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 しか言ってなかった。そういう時に限ってね、豊島さんすげえ遠いところで他の人と喋ってん、いやもうあのなんでこっち来んねん、何もここもうがっつりいた席だから立てんやみたいな、はーみたいな。アクトイベント、いやこれあんまり出ちゃまらない方がいいのかな。いやいやいや、なんで初めての場所でなんかこうついてきたら司会進行手伝ってくれるために来てるのかなと思ったら、ただ飲んでて、そのうちあのワイルドコムになって向こうで楽しく喋りだしてお前は何しに来てんだってちょっと思ったなんでワイルドコムここにおるねみたいな。こうなっててこの席と向こうの席だからさ、まあ、あの時はね、うん、もうそうなってたけど、うん、でももう地に足がつかない感じでもうプルプルしてたんですけど、そんなにどなたかがサボテンのお酒、うん、まあテキーラっていう品物なんですけど、こうテキーラショットをおごってくださった瞬間から、うん、カンカンってなった瞬間に、あっ私いけるってその瞬間からどもりがなくなって、あの普通にテンパってたじゃないですか。そうかな。あの私テンパると体がこう動くんです。ああ。はじめまして。アクトです。あのもともとプロレスラーでみたいな喋り方してたのに、飲んだ瞬間に、あ、マジですかって、それどういう感じですかとかなんか普通になって手の震えが止まるんです。アル中か。うん。アル中かもしれない。そんなことはない。そんなことはない。ないですよ。アクトちゃん、裏剣？うん、裏剣違う違う、むっちゃ逃げてる広島イリュージョン、はい、広島ね、楽しかったですね、うん、で、最後に生牡蠣を食べて帰ったという一泊二日で、牡蠣に始まり、牡蠣に終わったというね。でも途中で、ね、あの、あれ、あのね、原爆ドーム、資料館ね、原爆ドームと資料館行かせてもらって、うん、なんかずっとなんか行きたいと思ってたんですけど、まあ行ってみて、朝午前中に行ったんですけど、もうまあはーってなって、もう言葉で表せない、もうなんて言っていいかわかんないんですけど、うん、まあただただなんかまあ見てよかったって思って、あれはやっぱり衝撃度強いよね、うん、まあご覧になったことはないですかまだ。あれはすごいですよね、うん、でもやっぱ外人さんが多いですね、うん、つうかね、朝10時頃からあんまり行く人いない気がする、日本人で。そうですね、うん、外人さんばっかりの頃に2人でこれ、うん、あの1回豊島さんもこの間コナミさんと行ったんですよね。そうそう、8月かな、8月行かれてんだけど、うん、あの見たいって言ったらこう第2回も行ってもらって、行こうかって言って、うん、あの最後の手紙、遺族への手紙っていうのが資料館の下にあったんですけど、はいはいはい、うん、手紙がね、あの系統は辛いですね。でも読んで本当良かった。それぞれあって、その
ああいうことが起こったその後、その例えばその瓦礫とかさ、その服が焦げてこうなってるよとかいうものを見るのもうわっと思うけれども、やっぱり人間の心情を見せられるとやっぱり伝染するっつうかさ、わかるじゃん。やっぱその時の言葉でこうちゃんと手紙も残っておいてあるから、その時の意思とかね、それは辛いわなとかね、本当そういう意味でも広島は一回行きたいなと思ってたから、呼んでいただきありがとうございます。ありがとうございました。はい、でその資料館出た途端によし生ガキだって言ったこの人ですからねやっぱその広島来たらそういう言い方やめて子供そうか広島行ったら行くじゃないですか、で、あれですよ、あの生ガキ行ってから資料館行くか、資料館行ってから生ガキかって、まあどっちもヘビーなんですけど、ちょっと行くよね。まあまあまあ、でもね、あの順番でいいと思うよ。そうですね、やっぱ広島行って、まあ、最終的にこう気持ちがふわーってなって帰りたかったから、生ガキ食べてふわーってなった状態で新幹線乗ってふわーって帰ったみたいな、あの一人で酒盛りしてこっちで爆睡してるからっていうのはありました。もう何時間も経ってからやっとそのツイート見つけてさ、はい、あ、写真撮れてると思った。めっちゃ寝てた遅れていったの一番近い席が空いてて吹いた。そうそう、そうだね、あのアクトイベント広島の座った時、こう縦に長いとこだったんですけど、こっち川崎さんがいてこっちの席空いてて、なんかお客さんとの距離がそれでもはあ、なんか大きな声で喋らないと届かないっていう距離で、それでもハラハラしてたんですけど、そこにマサルさん来て、あ、顔見知りが来たっていうのでも一人でご飯食べないで、一人でよし行くぞ、逃げちゃダメだね。いや、そんな状態だったんだ。そうです、めっちゃそんな状態だ、はい、でね、感じでワイルドコモになった理由、多分俺。そうだね、お前かまあまあ、向こうすごい長い席だったから、こっちで喋って、向こうで喋ってもらって助かりました、ありがとうございます。いい、まあ、あの場合によってはまた交代しようかと思ったんだけど、時間的にね、そうですね、そこまででもなかったんで。テキーラで第2部始まりましたね。確かにそうでしたね。あの最後の方、このあの男の川崎さんがあの、よくビンタしてくれって、あの東京のイベントでも言ってくれる、闘魂注入してくれって言って、でそのポートレート買ってくださってサインした後に、いつも通りこうさせていただいたら、なんか伝染して、広島の人みんななんかポートレート買う列なのに、買った後絶対ビンタするみたいな、闘魂注入の列になっちゃって、まず私がいて、はい、こういうの売ってますよ、はいどうぞ、はい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 、じゃあ買った方から順番に向こうに回ってもらってって言って、たらなんか向こうでバチンと始めるから、なんだと思ってまずポートレートを買う、会う、サインをもらう、ビンタをもらう、ありがとうございましたっていう、そういうルートを出すからね何これ何これって言ってメガネかけてる人とか、メガネが飛んでて、飛んだね、やっぱ最後の方になってくるの、なんか前の人より強く、前の人より強くみたいな、そういう流れになっちゃって、あの強めで強くって言ってるからパーンってやって、あでもね、最初に言った人が俺の時はあんなに強くなかったって言って、ね、だから川崎さんが一番最初にあの闘魂注入をこう、所望された方が俺の時は強くなかったすいませんって、あの11日のねイベントでもう強くいきましょう、ちゃんとあのアイスの持ってきてくださいいやいやお酒入る前にやんないとね、腫れちゃうから、まあ、メガネその時あの伊達メガネしてもらって、こうやってポーンって飛んでくやつ、ちょっとご所望のやつやりましょうみたいなね、あのメガネは美味しかったですねって書いてる。いや今日はいやあのメガネ持ってるけどやらないですいやいや、なんで豊島さんに言うんです、ね、います。前日スターダム広島大会の時、あそうね、小波さんね、生ガキはやっぱポン酢ですか、聞いて、生ガキね、私ポン酢派だったんですよ、ポン酢派だったんですよ、ポン酢でしか食べないんですよ、いろいろ操作っても、でも広島でポン酢が出てこなかったんですよ。置いてない、えポン酢がない、タレも一個もない、何にもない、レモンがついてる、カボス、いやレモンがない、あれ瀬戸内レモン、あれでも
この、でも緑色だった。あれはカボス？緑色のレモン。緑色のレモンはないと僕は思う。まあ、いや、いやちょっと待って。あの、あれは多分み、あの、みかん、みかんじゃねえや。甘くなって、甘くなっていく。あれ多分カボス。あれはレモンじゃなくてカボスだけど、緑色のみかんっていうのはありますよ。それはまだ熟してないやつ。なあの、な、投げ当たると痛いやつ。あの、うん、ちょっと話そう。緑色のみかんがあるのは知っている、うん、でもでかいでしょ、そして甘いでしょ、うん、まあ酸っぱいけど、うんうん、あれは完全にカボス、うんうん、あれはカボス、うん、あ、ライムかわかんない、なんかカボスだろう。まあ、まあそれをね、うん、キュッてかけたら、こんな食べ方があったんだっていうの、私広島で得た牡蠣の食べ方パート2 で今度行くときはあのカボスかレモンかわからんけどかけてね、美味しかった。もうなんかもう一人で幸せになっちゃってね、またでもそれでね、ポワッとして帰ったら、いや皆さんライムかカボスか、うん、カボスな気がする。カボスをあのかけて牡蠣を食べてみてください。あれが一番の王道の食べ方だと思った。ポン酢派だけど、うん、いやまた食べたいな牡蠣はい、メガネ吹っ飛んだな、ね、メガネ美味しいですよね。ポートレートからサインもらう、芸能人について追求されるビンタなんかでド M かプロフィールにアクトがもう入ってなくなったっていう人は、まあ、太郎さんじゃなかった？ああ、そう、違う、あの、うん、そろそろアクトって名前がついたら、うん、リツイートするのやめようかなって、うんうんうん、ツイッターでたまたま流れてきたから、うんうん、お、卒業かって感じ。いや別に責めてるつもりじゃなくて、あの今推してる子に集中するって意味の表れなのかなと思って、あ、卒業ならまあね、まあ、しょうがない、芸推しの子が嫉妬しちゃうからね、うん、と思って、そういう意味で言ったら、うん、すっごいなんか慌てたから、うん、ごめんなさい、そういう慌てさせるために言ったんじゃないけど、ド M か、ド S か私みたいなそんな感じだった。いやでもここで言うなって感じ、そうじゃないですよって言った割にはプロフィールのうちのところにもう名前がなくなっていたというね。いやいやいや、いや今そんなことは、そんなこと言うから今なんかそしてアクトって書いてあるから、追加されたとごめんね、無理やり追加させてごめんね。あ、すごい、待って19時53分になりました、うん、早いな、早っまあまあそんな感じで、あの広島イベント楽しかったです、うん、読んでいただいて本当にありがとうございました、ね、面白かったですね、うん、楽しかった、うん、またね、どっか、呼びたいなという方がいらっしゃれば、別に、日本国内であれば行きますんで、私はアメリカにも行った人間です、はい、生まれて、うん、アメリカは一人で行って、いやだ一人で行動できない。 I have a pen ぐらいしか言えないからI can speak English って言えばいいんですよ。ただもうみんなすげえと思われるよあ、通じるんだと思われるよ。 I can't です。 I can't ね、喋れない、喋れないって、私これもうお江戸隊の頃からみんなに言ってたから、いやもうI can speak English、 そこまで言ったら喋れるんだ、カモンって、うん、あジェスチャーで全部やってた。ジェスチャーって言葉通じるんだ。うん、通じます。面白いぐらい、なんか知ってる単語が出るとテンション上がって、なんか英語が楽しくなってた。一番苦手だったんですけど、私英語全くダメですね。ネット越しにいじられるとか楽しかったです。ジェスチャーは出口みたい。ジェスチャーは出口で、ジェスチャーは出口、あ、出川かな、あの出川さんが海外でこうやるかなまあまあそんな感じでね、バイナーほっぺパイナップル、あれじゃん、若干古めになりましたね若干古めですね。あ、そうだ、告知だ、うん、あと残り5分であの告知させていただきます、はい、まずは、はい、最初は2018年11月10日土曜日19時から豊島さんのレスラーね、ここ10キロ以上痩せた豊島さんが何をするのか、はい、そこね、デスマッチ、はい、入場料10円です。はい、リング4面のうち3面が有刺鉄線で、有刺鉄線ボードが2枚、うんのいうところでね、まぁ、あ、ちょっとあのみんなに黙ってもう一個なんか持っていこうとは思ってますけど、うん、後で確認しますまあそういうことで、はい、あります、19時からスタートになります、よろしくお願いします。
それで次の日11月11日、はい、悪党イベント誕生日イベントをやらせていただきます。まあ、お買い物でこちらはね、うん、もう若干増席若干増席したけど全部待ってね。でも、うん、あのちょうど一昨日の夜かな、一昨日の夜に、うん、あの2枚キャンセル出て、あのお仕事で来れなくなっちゃったので、一応まあ増席した上の2枚だから、あのいなくてもまあいいんだけどね。いなくてもそのギュギュ度がこう来てくれてるお客さんが楽になるぐらいだけど、うん、一応2枚キャンセル出たから、今からでも2名様なら1名ぐらいしとこうよ。1名かな。1名様なら入れるかもしれない。だって最終の人数やばいよ。だっていや、そんなことない。そのときつくだって、あのお客の席じゃなくてここに座らなくちゃいけなくない。あ、そうですね、うん、まあみんなそういう意味ではもうちょっとこう、うん、ね、配置を考えて、ね、まあ、結構大きい人も多いしね。ね、あの、うん、結構ね、あそこにいる人とかでかいですからね、うん、筋肉がこう肩幅やばみたいな、そういうあれがあるんですけど、まあまあ肩もでかい、声もでかいねなんでだから、あの特典あのイベント特典のやつ、はい、今日来たので、はい、納品しました。はい、来ていただいた方にプレゼントいたしますので、はい、お楽しみにしてください。定規でこうやって作った優れものでございます。優れ、まあまあすごい、ちょっと黄金比がそこは多分自慢すると思う。あとね、多分当時すっげー自慢すると思うすげー頑張ったもん。だって2回あのリテイクって言ったの、あのセンチが 1ミリしか、3ミリでくださいって言われてて、私3ミリ4ミリって送っちゃったらしくて、あのちょっとでかいですって言って、この1ミリでとか思いながらすごい頑張った2回やり直ししたやつだから、そういう意味で、まあそういう意味ではねそうそう、うん、めっちゃ頑張ったってやつ、はい、はい、それが11日。そう、はい、でスタッフとして私も行く予定になっておりますが、血だらけで来るかもしれないもしかしたら本当に最悪折れてたりとかしたら来れないんですけど。折れてる、どっかがね、心、そうそういや心うまいな、うまいけど違うよやっぱ俺行かねえ京都に心が折れてる体が痛すぎる、もう行きたくないとか言ってます。それはね、あの佐藤社長に迎えに行ってもらってそこまでしてくれるだって、まあまあね、私の誕生日イベントだけど、うん、あの豊島さんお疲れ様も込めてね、ありがとうございます、あのお祝いしましょうよ。お祝いなんだ、シャンパン、うーん豊島さんただまあいいや、まあまあまあね、それ11日ですね、はい、でそれが終わりましたら12月に入りますね、はい、12月に入りまして、うん、まあ、12月14、15、16あの、はい、舞台ストレイドクさんの葵の花っていう、まあ、うん、家族の絆とか失ったものによってこう前を向く力とか、うん、まあ、すごい、まあ、コメディでは全然ないんですけど180度変わるんですけど、主演舞台です。9年ぶりです。主演です。でそれは場所はどこの劇場で、下北沢の小劇場、劇小劇場結構有名なところですね。そうですね、うん、私も多分初めてなんですけど、うん、あ、もうプロレス辞めてからは初主演だし、うん、9年ぶりなんで、あれ主演ってどうやるんだっけって今ちょっとすごい、9年とかプロレスデビューする前の話だよ、ね、そうそうそう、前だからどうやって私真ん中やってたっけって、私今ハワーってなってるから、まあ、メインイベントだと思えば、そうプロレスのメインイベント、ね、そういうことですよね頑張ります。大丈夫大丈夫大丈夫で12月の、うん、あ15日にある、そうですね、ちょっとね舞台とかちってるんですけど、うん、12月の15日に元スターダムの三村ひろみさんをお迎えしまして、はい、私がメインでいてアシスタントで阿川由美がおりまして、はい、第1回代理があるか分かんないですけど、第1回栃島と歌舞伎座、歌舞伎酒と噛んだ言い慣れてない、はい、第1回なんで、はいはい、まあね、栃島とね歌舞伎酒、まあ悪党イベントのような
感じに多分なるのかなと思いますよ。なんか福島さんの名前を出してるけど、うん、絶対ゲストがいるってことですか。そう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 、うん、まあまあ福島さんをね囲んでね、みんなで歌舞伎町で美味しいお酒を飲もうっていう。そしてね、あれ店の中にリングがある店なので、もうそれ絶対どこか分かるやつ。だって言ってるもん。あ、じゃあ地下歌舞伎、うん、新宿歌舞伎町地下闘技場ね。闘技場なんで、はい、でまあそのリングもね、なんか使えないかなと今いろいろ考えてるところです、うん、はい、はい、皆さんまあ舞台とかぶってるから行けばいいじゃんって言えばいいのかな。みんな行けばいいじゃん。舞台終わると何時頃なの。19時だから22時過ぎかな。もう終わってるかな。二次会なんかヘトヘトじゃなきゃ行くみたいなレベルだから、ちょっと皆さんに会えないと思う。なるほどね。でもうあこっちも終わって、そっちも終わって、あそこで飲もうかみたいな話になる。そんな感じになります。はい、で、まあ、そんな感じで、ね、イベントがあったら次1月に、はい、待てあ、そうだ、ごめん。ごめんカットで、あ、ダメ何をカットするの。12月19日に、はい、クロース、はい、ちょっと待って、今こうしながら4って言わなかった。どう感情しても5やこれ。クロース5が、はい、今4ってちょっと、ね、心のね動揺がね口に。めっちゃ珍しい人だよね。耳まで赤くなってる。ちょっと本当に恥ずかしい。ちょっと本当に赤くなってるんです。どうしよう。お酒飲むんでも赤くなんないけど、ね、普通に恥ずかしくて赤くなっちゃった、はい、12月19日のこれは水曜日。はい、はい、水曜日19時からラスト、ラストグロースです。まあ休止前のね、はい、でまあ19時ちょうどから始まりますんで、うん、はい、だから和太鼓が、まあ、しばらく私のリングアナと和太鼓はないと思っていただいたら、みんなくれるかな。そうだね、いいと思う。控えめだったよね。可愛い ね、 ね、あ、体は大きくて声もでかいんだけど、これは控えめだったよね。まあ、グロース5、はい、ね、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、今日もね、参戦選手が1名決定しまして、はい、まあまあ、ちょっと条件交渉中なんで近々発表できると思います、はい、で明後日じゃないや、明日も実はショールームを18時からやるんです。なんでかっていうと万事がそのくらいの時間しか行けませんっていうし、まあいいやと思って、で万事の対戦相手を明日発表、あ、ここで、なるほど、でマンジーもまだ自分が誰とのカード組まれたか分かってないから、あ、じゃあここで初対面して、そう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 、ここでバチバチして、でここでバチバチになるかどうか分かんないけど、ここで とにかくね合わせるのが楽しみで、おかー、びっくりするだろうと。じゃあどうよと、皆さん、あのお時間ある人は明日もぜひ見てください、うん、はい、ぜひ見てください、はい、で終わっちゃった。で12月19日が終わったらその次は1月だ。1月が CCC ですね。そうです、1月、うん、そうね、さっきちょっとフライングした1月 CCC 舞台。そう、今日の何時だったかな、21時、あれもう発表してされてたらあれなんですけど、多分21時にフライヤーが発表されます。そう、言っていいのかな、今フライヤーだけはいいですね。あのいろいろ情報、あの格好とか、まあ、全部見えるわけじゃないんですけど、私の格好とか全員のこうホールの立ち位置とか見える、なんかかっこいいチラシが、フライヤーが後で発表されるね。皆さんお楽しみに。そっか、あれは出してなかったんだ、あの衣装は。うん、見たことありましたっけ。 あります。あれ見せました。あ、まあまあ、それは思わず言いそうになっちゃったよ。そうですね、うん、あのかっこいい感じになってて、まあチラシは上半身上しか出てないんですけど、まあ下がね、多分見たらあーなるやつ、あと撮影の時にアクションもあって、アクションも相変わらず
まあ、私イコール体術みたいなイメージがあると思うんですけど、まあ、プロレスだったりね、それがどうなったかも、あの、見てもらって、まんまヤンキーってなるか、面白いってなるか分かんないけど、それもお楽しみにしてください。あの、前のシチュエーションが違うからね、リングとまた別の場所でやるんで、それあれはね、多分面白いと思いますよ。ね、うん、なんか、あれ、どっちかっていうと、素敵なお姉さん系でって言われてるけど、素敵なお姉さんのレベル、あの素敵なレベルがどこか分かんないから、うん、素敵なお姉さんそのちょっとこうって感じじゃなかったな、世話好きのお姉さんなのか、なんかこう、なんかイケイケなお姉さんなのか、いろんな種類あるじゃないですか、藤子みたいな、こう危ないお姉さんだね、危ないお姉さん、なんか言い方一つでなんかちょっと違うものになるまあまあまあ、今日フライヤー発表されるので、いや、アクトじゃねえと思ったらそれはそれでいいんですけど、それはお楽しみしてください。はい、はい、でね、あ、1月の次は2月23日、ずいぶん先になりますけども、うん、ヒーロー20、とうとう20回目です。10周年、はい、ともりゅうのデビュー10周年記念興行が決定してます。はい、まだ人全然決まってませんけども、はい、今一生懸命オファーしてます。かなりの人にオファーしてて時間かかっております。あら、お楽しみにしていただければと、はい、いうところですかね。そうですね、はい、こんな感じでちょっと7、8分あれ延長しちゃったけど、まあ、炎上って言いそうだった7、8分炎上何をだみたいな、炎上じゃ短くないそれ横浜ラジアントホールから間に合うかな、間に合う、来い舞台スターダムアクト舞台スターダムみたいな、なんかスターダムサンドイッチされてるまあぜひ見に来てください。はい、そんな感じで、まあ、20時7分になりましたのでね、うん、はい、そろそろハッピーハロウィンな感じで、せっかくなんで衣装だから立ちながらバイバイします。あ、映る映るんじゃないですか、映ってるよね、あ、映ってますね、よし、はい、はい、そんな感じで今日のラストにそういうボケをかまします、すいません、はい、はい、まあね、まあ毎週水曜日はやってるんですか、毎週水曜日やってないですよ、毎週水曜日じゃないです、あ、そうしますね、まあ誰かしらは できる人ができる曜日に好きにやろうと、はい、そういう感じだったので、いきなりまた、はい、今日やりますって朝に、ね、連絡するかもしれないんですけど、はい、皆さんまたあのGPS ショールームをどうぞよろしくお願いします。それではアクトシマでした。今日もありがとうございました。ありがとうございます。イエイ。